こんにちは、くるみアロマです。今回はですね、ちょっとね、ツイッターのダイレクトメッセージの方で、何人かの方がこの方にちょっとメッセージを送ってくれませんかみたいなことをちょっと書いてまして、でその人は永井先生っていう方なんですね。で、一体誰なんだろうと、私は一体誰なのっていう感じだったんですよ。で、調べてみたところですね、この方は FC2 とかアフリカテレビとかを配信してる方なんですね。で、結構、すごいゆるい感じのブログをアップしたり、なんかワンちゃんの動画、ワンちゃんの写真とかを撮ってアップしたりとか、結構ゆるい感じの、そういうブログとかもアップしてるみたいで、好感持てるなと思ったんですけど、これね、この方すごいなと思ったのは、ネットの用語集ってあるじゃないですか。ネットの用語集っていろいろありますよね。で、私も最初何のことっていうの結構あったんですよ、正直。前ニコ生とかやったこともあったんで、池袋の配信も。で、それなんですけど、なんかその時にいきなりそのネットの用語集で来たんで、なんかすごい怒られてんのかな、けなされてんのかなと思いきや、そうではなかったとか、そういうことってあったんですよ。それを結構考えてる方の一人でもあるみたいで、こういった言葉もね、考えてます。なんぞこれ、自重しろ、やめえや、完全に実写、ロム欠損、積んだ、打開、行くぞお前ら、そういうのを作ったということなんです。ちょっとここの説明欄とかにちょっと書いておきますんで、そこの意味はこういう風な意味なんですけれども、ちょっとね、こういうのも作ってるというか、すごい方だったということで、なぜかわかんないんですけど、私にその方にメッセージを送ってくださいっていう風に結構来たんで、ちょっとね、私もこの方すごいなと思ったんで、YouTuber ではないんですよ、どうやら。なので、永井先生、 YouTuber やってください、ぜひ。YouTube に向いてるような気がするんですよね、なんとなく。私もいろんな方がちょっとコメント来て知ったっていうのも申し訳ないんですけども、そうなんですけど、すごい興味あるので、永井先生が YouTube 始めていただけたらね、ちゃんとチェックしたいと思いますんで、はい、ということで今回の動画ということでした。ありがとうございました。夢なら夢のままそれがいい、ドラえもんは夢なんでも欲しいもの出してくれるゲストのキャラクター、人間は夢を描く、こんな存在いたらいいな、はい、タケコプター。叶わぬ現実を受け入れて生きてく。